旭化成の吉野彰名誉フェローがノーベル化学賞の受賞が決まって初めて教鞭を取る大学で生徒たちを前に講演を行いました。これから私一番やらんといかんことはノーベルウィークで私がいわゆるノーベルレクチャーというのをやらんといかん。ノーベル賞受賞者の言葉というのはある意味世界に対する大きなメッセージになりますので、その上で吉野氏は世界で深刻化している環境問題に触れ、大学や産業界での研究の重要性を生徒たちに説き、日本からノーベル賞受賞者が続くように世界に発信していきたいと述べました。ノーベル賞の授賞式は12月10日、スウェーデンのストックホルムで行われます。